皆さんおはようございます。今日もスペースアートダンス TV でエナジー全開、ステップアップを目指して頑張っていきましょう。この動画は初心者ならマスターしておきたいランニングマンプラスホーシングのコンビネーションという動画からランニングマンの部分だけを切り抜いて解説している動画になっています。ランニングマンはダンスをやっていない人でも知っている本当に有名なステップですよね。バリエーションも豊富ですし、とにかく印象に残りやすいステップなので、ぜひともマスターしてハッと言わせるようなパフォーマンスをしたいところです。自分なりのかっこよさみたいのも入れやすい、比較的入れやすいステップだと思いますので、そういうところのコツなんかもシェアできたらいいかなというふうに思っています。ランニングマンは片足のバランスも非常に大事になってきます。ダンスが安定する片足&フロアバランスを極めるバランストレーニング、こちら動画別に作っていますので、ランニングマンや他のホーシングなんかも解説動画作っているんですけれども、合わせて練習すると効果を発揮しやすい、そんな風に思っています。これから見ていただく実施メニューの通しでは、ホーシングとランニングマンを合わせたコンビネーションの動画になっていますが、こちらの動画はランニングマンにフォーカスして解説をしていきます。紐づいている実施動画の方もいっぱい練習をしてほしいんですが、この動画でシェアしているバリエーションの種類とかコツなんかも頭の中に入れた上で、自分なりにステップアップする工夫をした練習をできる、そういう動画になっていると思いますので、ぜひお楽しみください。ではメニューの通し動画を見ていきましょう。ランニングマンに注目して見るようにしてみてください。それではいきます。 5,6,7 レッツゴー。I was the black cat, I used to have bad luck. Now every girl wanna really matter that much. A college dropout, and if it don't add up, a brother stayed on the move. Glad I packed up, slipping, falling on some X shit. And I rhyme excess, line off, where the fuck the exit? Not that I want to, guess I must accept it. And my flow is on lockdown, arrested. Body bag beats, mark them off on the checklist. All I need to get by, man, no method. Too calm, I orchestrate such a fuse bomb. Baghdad bars, he spit but be too calm. Mason Margiela on, looking too proud. Nassau fly, might bring the whole crew down. Ow. Please clear the land deck. Ow. Top floor is the grand stack. See the freshman was cool, but now they super serious. And you should fuck with me fools, 'cause I'm super genius. And see the freshman was cool, but now they super serious. And you should fuck with me fools, 'cause I'm super genius. はい、それではランニングマンの解説を行っていきたいと思います。まずはポジションですね。それぞれのポジションを確認した後、その次にポジションとポジションをつなぐ軌道についてのご説明をしていきたいと思います。さらにその後にステップのバリエーション、そしてボディのバリエーション、腕を入れたらどうなるかなのバリエーション、こちらを順番に解説シェアしていきたいと思います。それではランニングマンのポジションについて確認していきたいと思います。ランニングマン、主に2種類のポジションから成立しています。横から見た方が分かりやすいと思うのでやってみます。よく子どもの時に足じゃんけんやりましたもんね。足じゃんけんでチョキ、この形ですね。これがランニングマンの一つ目のポジションだと思ってください。一つ目のポジションは右足もあれば左足もあるよ、なので、まあ、当然ですけども反対ですね。1番2番と2つあります。そしてもう一つの形、もう一つの形は自分が真ん中に軸を置いた状態で足を上げている、はい、分かりやすく言えば足のノーマルポジションですね。これ他の片足のバランストレーニングとかでも解説していますので、そちらも参考にしてみてください。足のノーマルポジションからチョキの形、これが左右それぞれ4ポジションあります。はい、左右抜いてしまえば2種類ということになりますね。これがまずポジションです。それでは軌道について解説していきたいと思います。少しずつ分解して分かりやすく説明するようにします。横の方が分かりやすいと思います。まず一つ目のポジション、チョキの形ですね。チョキの形、次に行きたいのは前の足は真ん中に戻ってくる、前の足は真ん中に戻ってくる、
後ろの足はノーマルポジションに上げてくる。前の足と後ろの足がありますので、前の足を下げると同時に後ろの足がノーマルポジションに行く。これを同時に行います。せーの、こういうイメージですね。これが一つ目の軌道になります。反対の足が前であっても同じです。前の足が下がる、後ろの足がノーマルポジション、これを同時に行います。せーの、これが一つ目の軌道になります。二つ目はノーマルポジションからチョキに行く、この形ですね。ノーマルポジションから上がっている足はそのまま真下に下ろすイメージがやりやすいと思います。ここから真下に下ろすイメージですね。では支えている軸足はどうなるのか。この軸足は下げます。下げます。軸足は下げます。この着地、前の足が降りる、後ろの足が下がる、この着地を同時に行います。はい、反対もやってみましょう。上がっている足は下ろすだけ、軸になった足は下げます。これを同時に、せーの、同時に落としてあげる。これが2つ軌道ですね。上げてるから下ろす、降りたところから上げる、これが左右ともにあるので、厳密に言えば4種類の軌道になっています。主には2つですね。さあ、それではステップのバリエーションの方を説明していきたいと思います。ランニングマンは体重移動がほぼないので、かなりやりやすいステップになります。まず1つ目、これは皆さんがよく目にするランニングマン、普通のランニングマンですね。上げる、下ろす、上げる、下ろす、その場で行うランニングマン、これが1つ目。入門者や初級者の方、こちらがやりやすいと思います。横からお見せしましょう。ノーマルポジションチョキ、ノーマルポジションチョキ、ノーマルポジションチョキ、こんな感じです。もう少し早めにリズムを取ってやってみましょう。せーの、ブンツッタッツ、ブンツッタッツ、ブンツッタッ、こういうイメージですね。正面も見ておきましょうか。せーの、ドゥンツッタッツ、ドゥンツッタッツ、ドゥン、これが一つ目のバリエーションになります。ステップバリエーション二つ目いきたいと思います。これは理屈を飛ばしてかっこよく踊りたいよっていう人にはこちらから入っていただいてもいいかなというふうに思います。ランニングマンを普通にやるときはこのまままっすぐの形で足を下ろしてきましたが、これを少し工夫してみましょう。足を斜め45度上がってる方に下ろしちゃいます。そしてスタートポジション真ん中に戻してきてあげて、斜め45度に持ってきてあげる。上げる斜め、上げる斜め、上げる斜め、こんな感じですね。少し音楽刻んでやってみましょう。セーブン、エイ、エン、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、セブン、エイト、はい、こんな感じですかね。この斜めにやることで前と見せ方が変わりますし、途中でギュンってチェンジしてもいいかもしれませんね。4、5のところで変えてみましょうか。セーブン、エイト、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、セブン、エイ、急に見せ方が変わりますよね。こういうふうに斜めにやる、やってみる、これが2つ目のバリエーションご紹介です。さあ、それでは3つ目いってみましょう。3つ目、一番難しいんじゃないかなっていうふうに思います。これも角度調整、ボディコントロールの中に入ってくると思うんですが、足を上げた、先ほどは外側に対して斜めに出しましたよね。今度の3つ目のバリエーションはバッテン側に45度出してみましょう。この時に足引きます。先ほどもご説明しましたが、上げて下ろす時というのは下ろす足と引く足が同時に行われることになるので、この辺の感覚が難しいと思います。せーの、こういう感じですね。そしてこのステップ、中級者上級者の方結構使ってらっしゃる方いるんですけれども、おすすめは上手な方結構ここで
ツイスト、ねじりを入れて見せていることが多いですね。ここでねじることによって体のバランスが整って見えるようになります。こっちに行ってしまうと少しのぺっとした平たい感じになるんですけど、立体感のある見せ方になるので、胸は正面、足、腰、こちらは斜め45度、これがいいんじゃないかなと思います。ノーマルポジションに戻って、せーの、かなり腹筋使います。じゃあビートに合わせてやってみましょう。セーブン、エイト、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セーブン、エイ、オッケー。感覚的に負担が大きかったのでダブルを入れてしまいましたけれども、早くできる人はそのままシングル、シングル、シングルでいいですし、少し負担が大きいなと感じる人は今のようにダブルを入れることで少し休憩時間が設けられますので楽になるかなというふうに思います。これが3つ目。整理すると、ランニングマン普通に前でやるよ。2つ目、斜め外側に出すよ。3つ目、クロス45度にするよ。こういうイメージですね。この3つ今回はご紹介します。それでは次におすすめのバリエーション、胸を追加してみる、ステッププラス胸ですね。こちらをやってみましょう。胸はダウン、この形をまず1つ目のバリエーションとします。先ほどのノーマルの方が分かりやすいと思いますので、足が上がった時、これがほぼ準備姿勢、裏のカウントと言われるんですけれども、アップの形にしてください。ノーマルポジションの時は胸はアップ、下ろした時はダウン。横からも見てみましょう。足をノーマルポジションにする時にアップ、下ろした時にダウン。この時の注意点一つだけ、お尻が出てしまわないようにしてください。後ろの足は少し伸ばすイメージにしておくと、ラインも出来上がってかっこよくなります。お尻が出てしまうと体重が後ろ側に来てしまう、真ん中側にいればいるほどなかなかダウンは楽に入るんですけど、ステップの形としては好ましくない、あまりかっこいいと言える姿勢とは言えないと思います。前に行くようにしてみてください。アップダウン、アップダウン、アップダウン、このループですね。こちらの方をまず一つ目のバリエーションとしてみます。そして二つ目のバリエーションです。今のアップとダウンのアクセントを全く逆にしてしまいます。つまりどういうことかというと、足を上げてるときはダウン、足を下ろしたときはアップ、足を上げてるときはダウン、アップダウン、アップ、横からも見てみましょう。ダウン、アップ、ダウン、アップ、ダウン、アップ、ダウン、アップ。はい、横から見た方が胸の可動が分かりやすいと思いますので、先ほどのダウンバージョン、アップバージョン、少しカウントでやってみましょう。それではまずはダウンバージョンから、セーブン、エイト、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。胸見えましたかね。次いきます。アップバージョン、セーブン、エイト、アップ、アップ、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。はい、これで2種類、アップバージョンとダウンバージョンです。先ほどのクロスなんかと斜めなんかと組み合わせると面白いことになると思います。はい、それでは3つ目のバリエーションをご紹介していきたいと思います。3つ目のバリエーションはまだこのチャンネルでは触れられていないんですけれども、早急にお伝えしたいテクニックになっています。ノリというものなんですけれども、ノリっていうのは厳密に言うと体をリズムで揺らすっていうことなんですけれども、ダンス用語として基本的にこう体を折っていってあげる、折っていってあげる、結構この辺曖昧に使われていることが多いんですが、私たちは体を折る、丸めるのではなくて折って取ることをノリと言います。で、ノリは前でアクセントを取る、前ノリ、後ろノリ、そして横ノリ、
横は右左ともにありますね。この横乗りをランニングマンと混ぜてみようというちょっとチャレンジ的な、初心者にとってはチャレンジ的なコーナーになります。ではやってみましょう。上げた時は軸足がこちら、今は左足が軸足になってますね。そちらに少し体を傾けてみてください。わからない人は自分の肘を脇腹にくっつけるようにすると体が少し傾くような形になります。次です。足を下ろし、足を引き、チョキになった時に前にある足の方にたくさん乗っていますよね。ですのでこちら側に倒れていってあげる。同じくわからない人は自分の肘、ここにポッチがありますので、この丸ポッチを脇腹に近づけてあげると自然と傾くと思います。もう一度確認してみましょう。準備姿勢、アクセント、はい。この次なんですが、この傾けた状態の方に軸足が来ます。つまり今は右足ですよね。右足、右足と来るので、ある方に傾けた方が安定しますから、軸足、軸足、このまま状態はキープしちゃってください。そしてこっち側です。はい、ループした方が少し分かりやすいですね。何回か繰り返してみます。セーブン、エイ、エン、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、セブン、エイト。はい、これは前から見た時に横に上体が動きますので、かなり激しい動きに見えます。ランニングマンは前から見た時に意外とアップダウンで一生懸命撮っても見えないことがあったりするんですけども、少し横の動きを入れてあげる。もちろんさっきの斜めに出すとかクロスに出すもそうですけれども、少しお客さんに対して、オーディエンスに対して横の動きを入れてあげると少しかっこよく大きく見せる効果があると思います。ぜひこれ取り入れて練習してみてください。はい、それでは手のバリエーション、まあ、腕でと言った方がいいかもしれないですね。手となるとこっちになりますからね。腕全体のバリエーション3つ今日は紹介したいと思います。これもダンス初心者のうちはダウンのリズムトレーニングをクラスでやったりとか、そういう動画を参考にしたりとかするときに、こういう腕の使い方をよく見ると思います。この腕の使い方、これをランニングマンに入れていこうということですね。まず腕の使い方だけ確認してみましょう。軽く自分が腰のあたりにあるカウンターテーブルとでも言いましょうかね、そこに手を添えるような感じにしてください。この手の置き方は正直どこでもいいんですが、まあ分かりやすく自分の骨盤の幅ぐらいに置くということにしておきましょうか。骨盤の高さで骨盤の幅ぐらいに置く、こんな感じにしておきましょうか。そうしましたら肘を自分の横にある壁に近づけてあげる。さらに近づけようとすると、肘からこの肘をもっともっと、だけどここはテーブルに置いた手は動かないみたいにすると、脇の下の筋肉が少し伸びてくる感じを得られるはずなんですね。わからない人はおそらく肩を上げてしまってます。肩はその場にしてください。ここから肩を落としたまんま、ここも動かない、ここも動かないまま肘を外に外にたくさん開こうとすると、ちょうどこの辺りですね、裏側のこの辺りです。ここが伸びていく、何か引っ張られている、そういう感覚が得られると思います。これ何がいいかというとですね、脇の下の筋肉を使ってやっているので、体を大きく、体というのはボディのところですね、ここを大きく奥行きを持って見せる効果があるんですね。ですのでこういうふうに、横も見てみましょうか。こういうふうに関節だけで動かすのではなくて、今の脇の下の筋肉を引っ張ってあげるように持ってってあげると、横から見るとこういうふうにですね、今伸びてます、伸びてます、伸びてます。少しダウンに近いようなイメージになるんですが、厳密には横に横に引っ張っているので、胸を稼働させる意識よりも肘を張るというんですかね、横に張ってあげるイメージをしてあげるといいと思います。これが初心者のうちから関節で動かすようにしていると、ここと先、ここと中、これが全く分離されている状態になってしまっているので、腕を入れた時になかなかかっこよさが決まらないということになりかねないので、できるだけここの筋肉でボディと腕をつなぐように意識してみてください。それでは早速
ステップと一緒にやってみたいと思います。上げた時にリラックス状態です。下ろした時がアクセントになることが多いので、ここで張ります。準備、張る、準備、張る、ドゥン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 。あまり力を入れず、手先には力を入れず、肘を横に張るようなイメージにしてください。横から見てみましょう。上げた時にリラックス、横に張るイメージです。セーブ、エイ、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、セブン、エイ。無理に胸のアップダウンを意識する必要はないのです。これが一つ目の腕のバリエーションになります。はい、それでは二つ目の腕のバリエーションいきたいと思います。二つ目は L 字型。これはホーシングのみの解説でも利用させていただいたんですけれども、 L の形にします。反対もありますね。右手が上、左手が上、このような手の使い方をしていきます。手は今回はもう分かりやすく大きな手にしてしまって、パーを大きく開きましょう。そしてそれを前側に向けてあげましょう。これです。で、あまり横から見た時に、どっちがいいかな、こっちだな、はい、横から見た時に上になっている手をピシッとまっすぐ上げてしまうと、胸が稼働しづらくなってしまい、リラックスができなくなってしまうので、それはあまりストリートダンスには適さないので、少し前にしてあげるといいと思います。特に、肩の硬い人、私もすごく硬いんですが、ここが柔らかいこと、少し前に出ることによって胸が柔らかく稼働します。この腕が上がっていってしまうと胸が硬くなってしまうので、そこはご自分の柔軟性に合わせて調節してみてください。私はこの辺りをもうイメージして、ここで L とさせてもらってます。こういうイメージですね。これをですね、準備姿勢の時はバッテンでもいいですし、脇の下にそっと添えるでもいいです。今回楽にこっち行きましょうか。次に上がっている足と反対の手が同時にアクセントを取る、こちら側に意識を置くといいと思います。こちら側は伸ばして添えるだけ。そしてまた準備姿勢いきます。反対になりますね。準備姿勢になったら、降りる足と反対の手が上に行く。これで下と上の意識になるので、横の意識入っちゃうとちょっとこんがらってしまうと思うので、下ろすと上げる、これを意識した方がいいと思います。次いきます。こうです、こうです、こうです、こうです。カウントでやってみます。セーブ、エイ、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、セブン、エイト。反対、横もやってみます。セーブン、エイト、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、セブン、エイト。はい、この L ですね、かなりミドルスクールなんかで使われる腕の使い方だと思います。見たことある方も多いと思いますので、ぜひ練習してみてください。さあ、それでは腕のバリエーション最後の一つご紹介いたします。今回はすごくシンプルです。シンプル、上に上げて下に下げる、上に上げて下に下げる、これだけなんです、ね、これだけなんですけれども、この上に上げて下げるときに、横から見てみましょうか。上に上げるときに自分の手のひらの方を前に、まあ、軽いグーで構わないんですけど、手のひらの方を前にして持ってくるときに、グッとアクセントを取る、絞る形にしてみましょう。上げて絞る、上げて絞る、上げて絞る。これを少し慣れてきたら、上に行く軌道を少し膨らませてあげて、ギュッと円を描いて絞る、円を描いて直線、このようなイメージですかね。円を描いて直線、円1、円2、円3、4、円5、円4、円7、そうですね。ずっとやっているとなかなか追いつかないと思いますので、今みたいにダブルを入れることによって少し休憩を入れる。エンワン、エンツー、エンスリー、エンフォー、このようなイメージです。合わせてやってみましょう。説明が大事ですね。上げた時に円を描いていて、下ろした時にアクセントを入れる。エンワン、
エンツエンスリーフォーファイエンシエンセブンエ、こういうイメージですね。前からも見ておきましょうか。少し立体感が出るかもしれないですね。あとはここのスナップ効いてるのかどうかっていうところも結構見せ場になってくると思います。ではいきます。セブンエイエンワンツスリーフォーファイシックスセブンエイ、このようなイメージですね。今回はいろんなやり方あると思うんですけれども、まずは初心者の方が足とリンクして出しやすい手のバリエーション3つご紹介しました。最後にご紹介したこれなんかは激しい動き、ニュージャックスイングなんかで使われているのをよく見たりします。このクロスと合わせたりとかする人も いらっしゃるので、その辺とかもいろいろ動画を見て、あ、これ使ってたみたいなところを見たりとか、あとは、あ、こっちの人はこのやり方をしてるんだ、なるほどな、みたいなところとかにも気づけるようになってくると、より面白さが増してくると思います。それでは Tips コーナーに移っていきたいと思います。ランニングマンのみではなくて、すべての動きダンスに利用できる知識として、重心重心線という考え方を皆様にシェアしていきたいと思います。重心、よく聞く言葉ですし、私もレッスンの中で何も考えずに重心を大事にしてという言葉を使ってしまうことがあります。しかし初心者の方だったりとか運動慣れをしてないという方にとっては、重心、言葉は分かるしイメージもなんとなくつくけど、一体何なんだっていうところが分からないと思います。ですのでここでしっかりと定義をしておきたいと思います。重心というのはまず物、私たちの場合は体ですね。体の中心に当たるところです。体のどこから線を引っ張っても、対角線上にですね、線を引っ張って真ん中にクロスする場所があると言われています。そこのクロスした場所が重心となります。人間の場合はおへその下あたりだと言われていることがあったりとか、人によっては多分足の長い人は上の方に来るはずなので、おへそのあたりに来たりとかする方もいらっしゃるかもしれませんね。しかし、大体一般的にはおへその下あたりだと言われていて、私自身はおへそから5センチぐらい下ですかね、ここに丹田という場所があるんですけれども、ここなんとなく5センチぐらい下を押すと膀胱が押されているようなイメージ、になるような感覚になります。変な感じがしますね。ここを私は重心のイメージとして捉えるようにしています。ここから地面に対して直線、地面に対して直角ですね、地面に対して直角に伸びている線、これを重心線と言うんです。この重心線は重心が動けば必ず地面に対して直角をキープしますので、目には見えないんですが、重心線、これが軸となります。この軸の置き場所によって自分の体のコントロールがしやすくなったり、正しく置ければストリートダンスにおいて上半身をバランスをわざと崩して見せたりするときに、自分の重心線うまいこと足の置き場所とコントロールしてあげると面白い形で止まれたりとかすることがあるんですね。これを利用していきたいということなので、まず重心と重心線、この知識を頭の片隅に置いて練習をすることをお勧めします。それではランニングマンにおいて重心、自分の重心線、軸ですね、これをどのようにコントロールしていくのかということをシェアしたいと思います。横から見てみたいと思います。まず大きく2つのポーズがあるのがランニングマンでしたね。ランニングマンは足を左右ともに上げている、これは横から見ても真ん中、重心は動きませんね。正面から見ても、多少ね、右足左足ということで少しこれは映りますけれども、ほぼ真ん中で重心は体重移動をほとんどしませんよね。対して例を挙げます。ホーシングの横だと真ん中よりも重心は移動してますので、これ非常に難しくなる、こういう考え方ですね。しかしランニングマンのもこの場所は動いてない、ほとんど動いてないという言い方ですね。では横に戻ります。もう一つのポーズありましたね。チョキのポーズということになります。この重心線を動かさない場合はこうなりますね。この状態で今ちょうど足
前と後ろの足の真ん中にいるような状態になっていると思います。この状態でですよ、ダウンを入れたりアップを入れたり手を入れたりしてもなかなかかっこよくならないんですね。ここがミソになってきます。前の足側に重心を移動してあげるんですね。この状態でダウンを入れてあげると急にストリートダンスっぽくなるような印象になるはずです。ここでアップでもいいです。戻りましょう。重心を真ん中に戻してきました。ダウンです。アップです。見えるかな。ダウンです。アップです。前に移してみます。移動しました。ちょっと印象変わるの分かりますでしょうか。上手い人はこのランニングマンの際に前側に重心を置くようにしています。ただ前側に行くと何が問題になってくるかと言いますと、ももの力を非常に使ってしまうんですね。かなりこの前面にあるももが非常に重くなってしまう、筋力がいるということになります。前から行った時にこれを5対5 50%50% だとした時に、できたら最初は6、こっち側に6乗せてこっちを4にしていけるかな、私は運動やってきたよなんていう人は7、3ぐらいまではいけるかもしれないですね。そしてここからさらに上体をダウンなんかでかぶせたりするとさらにここに乗っかってくるので、少しこのももを鍛えるということは必須になってきますし、ある程度ついている人はトレーニングをしながらもうそれが筋トレになっているっていうことにもなりますので、ここだけ負担がかかるんだ、これは頑張らなきゃいけないんだということは頭の片隅に入れておいてください。今度は筋肉の使い方、そして足の置き場所の関係、こちらをやっていきたいと思います。先ほども言いましたけれども、重心がここにあって横から見たら体の真ん中ぐらいにあるんですけども、ここが上げてる時は難しくないよって言ってたと思うんですけど、難しくないということは頭の中も少し余裕があるということになります。この時の足の上げ方に非常に注目してほしいんですけれども、足をなんとなく上げる人だったりとか、上げ方いっぱいありますよね。なんですけれども、一番大事なポイント、どこに上げたとしてもこの骨盤の内側に入っていったこの奥の方に腸腰筋という筋肉があります。これは上半身と下半身をつなぐ唯一の筋肉だというふうに聞いたことがあります。こちらを働かせる、つまり何の気なしに上げるのではなくって、自分の中で意識的にこの中にある筋肉をつないでいる、ボディと下半身をつないでいるんだっていう意識を強く持って上げることをお勧めします。これはなぜかというと、次に先ほども言いましたけれども前体重に落ちたいですよね。この落ちる時にある程度構えておかないと、何にも意識をしてない人がいきなりここにバンっていう状況が来てしまうとびっくりしてしまって耐えられないんですね。遅れてしまうこともあると思います。ですけれども、ここの筋肉をしっかりと働かせておけば次の衝撃に備え安定をさせやすくなるということが、メリットになると思います。反対でもやってみましょう。こっちの方がいいかな。意識的に腸腰筋を働かせる意識を持ちます。耐えます。試しに腸腰筋を意識しないでやってみます。プラプラさせます。ここからいきます。少し安定をするまでに時間がかかったという私の体内的な感覚があるんですけれども、もしかしたら動画でも確認できるかもしれません。その辺を自分の意識の中で行うことで、人には判別しにくい自分の感覚を育てていくということは非常に大事な要素になってきますので、足の置き場所は前に行くのだから、その一個前に衝撃に備えるためにここの力を働かせておくのだ、これが今回の一つのコツと言えると思います。はい、それでは今までのお話は体の作りだったりとか筋肉の話だったんですけれども、今度はタイミングの話になっていきたいと思います。タイミング、反発の力を利用したいということが今回のテーマになってきます。反発っていうのは自分の体がジャンプをして着地をした瞬間に必ず衝撃が戻ってきます。はい、ホーシングでも説明しているんですが、自分の例えば前髪がある人だったら前髪がふわふわって揺れるでしょうし、少しこの辺力を抜いてあげるとほっぺあたりがブルルッとなるような感覚を得る人もいるかもしれません。とにかく反発というのはジャンプをした着地をした衝撃で必ず
反動として返ってきます。この力を利用したいんですね。どこで利用したいのか、ここから足を上げる説明は先ほど、腸腰筋のお話はしたので、今度は引く時のお話をしたいと思います。この引く時、これが難しくて突っかかってしまうっていう人がいるんですね。結構見受けられるのは、この足を下ろすタイミングとこのタイミングが合わないよっていう人が結構多いです。こう極端にやってますけど、こういうことですね。こういうふうな初心者の失敗よく見受けられます。この時にですね、反発の力を利用したいんです。どういうことかと言いますと、ここから少しケンケンをするようなイメージ、このケンケンを着地するタイミングで両方つくと、この感覚をまず得てください。片っぽでケン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 ドン、反対もケン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 ドン、はい、たくさん開かなくても構いませんので、ちっちゃくてもいいから同時につくということを意識してみてください。これ何が難しいかと言いますと、上げます、下ろします、縦の動きですね、あり耐えてます、軸が耐えてます、引きますは横の動きなんですよ。この縦と横の動きを同時にやって、しかも最後ここはつかなきゃいけないので、横の動きから縦の動きで初めて着地ができるようになるので、この反動の力を最初に利用していくと、体が形状記憶をして同時に取れるんですけど、一発で連続してやろうとすると横か横か横かってなってしまって、混乱してしまうことが多いみたいなんですね。ですので、まずは 1,2,3,4 ぐらいでもいいかもしれない。せーの、1,2,3,4,5 必ず同時、せーの、1,2,3,4,5 せーの、はい、これが一つ目の反発。そうしましたら二つ目の反発いきます。二つ目の反発はこの両足チョキになっているところですね、前側に来ていますと。次にやりたいのは、ここから後ろなし前に上げたいんですね。前に上げるのは真ん中に戻ってくることなので、比較的前の足の横、これはクリアしやすいと思います。この足なんですけれども、膝をできれば直線的に自分のノーマルポジションに対して、今ある膝の位置から直線をイメージして早く上げちゃった方が楽なんですね。ですので、ここも反発の力を利用して、せーの、はい、ここも何回かやってイメージします。せーの、はい、せーの、せーの、せーの、今2回でやりましたけれども、全然3回でも4回でも5回でも構いません。このタイミングをつかみます。一つずつでつかんだら必ず全てが同時に音が鳴るはずです。はい、しかも慣れてくればリズム変換なんかにも使えるかもしれないですよね。7 8 1 2 3 4 5 6 7 8とかっていう自分のバリエーションにも使えたりするので、今のように反動を利用する、そして着地を前後のタイミングを合わせるということを結構細かく練習した方が私はいいかなというふうに思いますし、初心者から早めに中級者に上がりたい人、必ずこの感覚クリアされているので練習してみてください。はい、ある程度 Tips コーナー伝えたいことは全部シェアできました。一つだけ補足といいますか、先ほどのボディバリエーションの時に横乗りでやってみましょう。こちら補足一つだけさせてください。横乗りをする時に足がある方に傾きましたというお話だったと思います。足がある方に傾きましょう。当然なんですけども、足のない方に傾いてしまうが、バランスは崩れやすくなってしまいます。これをまあオンバランス、バランスを崩すことをオフバランスって言ったりするんですけれども、そうするとバランスを取るためにお尻をずらしたりしなければいけなくなったりするんですね。ですので今回は初心者用ということで、軸がある方、耐えている方に対して体をリズム取りましょうねと言いました。そしてこの状況で、先ほどの反動から足の置き方のタイミングのことですね、ここから合わせていく、
この時に膝を伸ばしすぎてしまうと、当然なんですけども、まっすぐ立っているよりも横に行った方が体に負担はかかりやすいんですね。体というか足ですね。しかもこの足が、膝のところが柔らかい人だったり筋肉が不十分な人は、ちょっと内側に見えますかね、僕ちょっと硬いのでうまく見せられないかもしれないですけど、内側に入ってしまう可能性があるんですね。こういうことですね。ちょっと軽くやりますね、怪我したくないので。こういうことですね。こっちに入ってしまう可能性があるんです。これは非常に危険なことなので、しっかりと膝のお皿、膝の顔なんて子どもたちには言ったりしますけども、これがまっすぐを向いた状態で、できる範囲で体を固めている。ちょっとやってみますね。できる範囲っていうのは、ちっちゃくっていうことでもいいということです。ここからえいと軸足がある方に傾けて、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ。ちょっと膝に注目してみてください。悪い例をやります。はいはい、体がフラフラしているのが分かると思います。はい、これは補足なんですけれども、自分の母子球、膝、そして骨盤、この位置がずれればずれるほど関節や筋肉に負担がかかってくるんですね。ですので、この位置に入りやすい方います。特に女性多いです。ここから直線でつないだ位置、膝外れてますよね。ここを注意して、母子球、骨盤の間に膝が入るように心がけてみてください。これは自分でチェックをして、なぜ私は怪我をしてしまうんだろうという人には必須な知識になってきますので、この足、膝、腰、この位置関係をまずはまっすぐにして、怪我をしないように練習をします。その後に筋肉がついてきてから、より大きな動きをするというステップアップを踏んでやってみることをお勧めします。以上で Tips コーナー終わります。さあ、それでは最後のまとめとして、今日ご紹介したバリエーション、軽く簡単にではありますけれども、最後音で見ていただこうかと思います。それではどうぞ。I was the black cat. I used to have bad luck. Now every girl wanna really matter that much. A college dropout, and if it don't add up, a brother stayed on the move. Glad I packed up, slipping, falling on some X shit, and I rhyme excess. Mind off, where the fuck the exit? Not that I want to. Guess I must accept it. And my flow is on lockdown, arrested. Body bag beats, mark 'em off on the checklist. All I need to get by, man, no method. Too calm, I orchestrate such a fuse bomb. Baghdad bars, he spit but be too calm. Mason Margiela on, looking too proud. Nassau fly, might bring the whole crew down. Ow. Please clear the land deck. Ow. Top floor, this the grand set. See the freshman was cool, but now they super seniors. And you should fuck with me, fools, 'cause I'm super genius. Now see the freshman was cool, but now they super seniors. And you should fuck with me, fools, 'cause I'm super genius. The black cat. I used to have bad luck. Now every girl wanna really matter that much. A college dropout, and if it don't add up, a brother stayed on the move. Glad I packed up, slipping, falling on some X shit, and I rhyme excess. Mind off, where the fuck the exit? Not that I want to. Guess I must accept it. And my flow is on lockdown, arrested. Body bag beats, mark 'em off on the checklist. All I need to get by, man, no method. Too calm, I orchestrate such a fuse bomb. Baghdad bars, he spit but be too calm. Mason Margiela on, looking too proud. Nassau fly, might bring the whole crew down. Ow. Please clear the land deck. Ow. Top floor, this the grand set. See the freshman was cool, but now they super seniors. And you should fuck with me, fools, 'cause I'm super genius. Now see the freshman was cool, but now they super seniors. And you should fuck with me, fools, 'cause I'm super genius. Let's see the fuck with me, fools, 'cause I'm super genius. みなさん、ランニングマンの解説編いかがだったでしょうか。初級編でやってほしいポイントは全部網羅できたかなって思いますけど、少し中級編に片足突っ込んでるようなテクニックも紹介しました。
ステップそのものをマスターすることを目標にせずに、パフォーマンスに活かせるステップをマスターしていくということに注目していく、着目していくということは非常に大事なポイントだと思います。結局足の運びを覚えてるだけだと、次のネクストレベルに行った時につまずいてしまうことは明白なので、ステップそのものを覚えたら、自分がどういうふうにパフォーマンスをしていきたいのか、どういうニュアンスで表現をしていきたいのかということに考えるフェーズが必ず来ることになると思います。とはいえ、初心者の方はやはり初めてこのステップをやるのに、できることに夢中になっていくことが精一杯だと思いますので、コーディネート、個性、この辺の難しさ、悩み抱える方多いと思います。今回ご紹介しているバリエーションの中で、自分が好きだなって思うものをまず練習したりとか取り入れてみてください。そして自分があまり好きでないなって思うものは、知識だけとして頭の中に残しておくのもいいかもしれませんね。そうしていくつかのバリエーション、ニュアンスっていうのが頭の中に入っている状態で、自分がお好きなダンサーを見たりとか参考にすると、あ、この人はこういうことをしてるんだなっていうのが少しずつ分かってくるようになると思います。そうしてくると非常に楽しくなってきて、自分がこういうことがやりたいんだっていうことが自然と頭と体がつながっていくような感覚、いつか出会えると思います。ランニングマン、名前の通り走る人という意味だよということを諸先輩方から教えていただいたんですけれども、僕がダンスを始めた頃はランニングマンぐらいしか知らなくて、これがイコールヒップホップダンスだと思って毎日毎日練習していました。今となっては本当に笑い話になるんですけども、ランニングマンをずっとずっとオーソドックスでやるのは飽きてくるので、とにかくそのバリエーションを変えながら、こんな風なこともできるんじゃないかっていうことのバリエーションを増やすっていうことに何ヶ月か使ったのを覚えています。今となってはこうしてダンスの知識もいろんなところで得られますし、自分がやりたいと思ったらいろんなところでできるチャンスがあるのは本当に素敵な時代になったなっていうふうに思います。逆に本当に多くの知識だったり、自分がマスターしなければいけないベーシックっていうのがあるので、それをある程度のレベルまでやらないとダンスをやっていますっていうふうに言えないっていう時代にもなったかなっていうふうに思います。もちろんいろんな知識をつけていかなきゃいけない中なんですけれども、一つのスキル、一つのテクニックにのめり込むっていうことも非常に面白みがあるので、ぜひそういう練習期間を設けていただけたら嬉しいなっていうふうに思いますね。一つのことを深めるっていうことをやっていくと、なんとなく自分の中でこれはこうしたいんだっていう意思みたいなものが出てくる瞬間があるんですよね。もちろん今の時代に合わせて知識を広げていくっていうのと、と昔みたいにですね、昔って言ってもまあ何十年か前なんですけれども、その時代のように一つのことを深めていくっていう、この二つのバランスをとって練習をしてほしいなっていうふうに願っています。他にもステップ紹介、ポップコーン、ロジャーラビット、ホーシング、このあたりの解説動画も作っていますし、実施メニューも作っていますので、ぜひそちらの方もご視聴いただけたら嬉しいです。皆さんの方で何かリクエスト、こんなことやってほしいよっていうのがあれば、コメント欄にぜひ書いてくださると嬉しいです。参考にして次の動画制作に活かしたいと思います。それでは長い時間ご視聴いただきありがとうございます。スペースアートダンス TV では、皆さんがエナジーあふれるダンスライフを送れるとともに、私生活でもちょっとした役に立つ情報なんかもシェアしていきたいなっていうふうに思っていますので、ぜひご視聴と応援のほどよろしくお願いいたします。それでは今日のメニューもお疲れ様でした。